ギリシャ空軍の LTV 製、コルセア2。アメリカ陸軍の LTV 製 MGM-52、ランス。リングテムコボートは、かつてアメリカ合衆国に存在した巨大複合企業体である。1947年にジェームズ・リングが、ダラスで電気工事受け業のリングエレクトリックを創業したことに起源を発する。 個別訪問やテキサス州の見本史ブースで営業するという当時としては革新的な方法で売り上げを伸ばし1955年より M&A を活発化させていく。手始めとして1956年に LM エレクトロニクスを買収、さらに1959年にステレオシステムとスピーカーのメーカーであったアルテックを買収した。 1960年には当時ミサイル事業で勢いのあった手、ムコやクラフトにリング社を合併させ、これに加えて保険業者のトロイポストからの資金援助を得て、チャンスボートやロスペース社を買収、社名をリングテムコボート社に改称した。この頃は株価形成の理論が未成熟で、買収した企業の配当が買収に用いた長期借り入れや社債の利息を上回るか、 企業の価格配当比率がリング・テムコ・ボート社の株のそれより低い限り、コングロマリットは全体としてさらに利益をもたらすことができるという見方が支配的だった。こうした背景もあってリング・テムコ・ボート社は低コストで巨額の資金を借り入れることができ、同社は1960年代のコングロマリットのうちの一つとしての地方を確立し始めた。 1964年にリングテムコボート社は持ち株会社に改組され、その参加に3つの現業会社を設立。翌1965年に潜在、電線会社の行いとを加え、さらに1967年にはゴルフ用品で有名なウィルソンカンパニー社を買収した。ウィルソンは生肉業と医薬品業にも事業を展開しており、 これら3つの部門をアメリカン証券取引所に上場している。別々の企業にはリフったため、間もなくそれらの企業にはトレーダーからそれぞれゴルフボール、ミートボール、睡眠薬というあだ名が付けられた。1968年にはポストが所有していた持ち株会社グレートアメリカを買収し、その参加にあったブラニフインターナショナル航空及びナショナルカーレンタルを取得。加えて、 ジョーンズ・アンドラ・フリン・スチールも買収した。その上、リングは、メキシコのアカプルコとゲレーロ州及び、コロラド州のスチームボートスプリングスのリゾート施設も、手に入れる。リング・テムコ・ボート社は1969年までに33社を、買収し、従業員2万9000人、1万5千の別々の、製品とサービスを提供する、産業界最大手40社のうちの1社にまで成長。 連結売上高は27億ドルを上げたが、ここへ来てリングテムコボート社に買収された個々の企業部門が伸び悩んでいるとの観測が流れ、株価が急落。同年には、連邦公正取引委員会によって、独占禁止法違反で訴訟を起こされ、折からの株式市場の不振からコングロマリットに対する非難が強まっていった。結局、リングは1970年に、 取締役会から社長職を追われ、ポールセイヤが公認となった。独占禁止法違反訴訟は1971年に和解したものの、リング・テムコ・ボート社は、ブラニフとオコナイトを売却することになった。同じ年に社名をリング・テムコ・ボートから LTV コーポレーションに変更。1975年には、セイヤが未公開株の詐欺に関与したことから辞任。 ゼロックス役員だったレーモンド兵が LTV を引き継いだ。その後、LTV エレクトロシステムズはレーセオンイースの一部門の E システムズとして分離し、さらに1984年にはリパブリックスチールによって LTV 参加の J&L スチール社が買収されるなど事業の整理を進め、同社は主に鉄鋼業者として存続し続けた。社名を LTV スチールに改め、1993年に、その本部をオハイオ州クリーブランドに移転。2000年12月29日に破産を申請。資産は、ウェイルトンスチールに取得され、現在は、アルセロールミッタルの一部門となっている。麻薬上習者や、土地、マヌケという意味もあり、通列な皮肉が込められていた。2002年にはさらに、 L-3 コミュニケーションズインテグレーテッド、システムズとなる。ありがとうございます。